静岡ホビー,ショー7万人もの模型ファンが集う年に一度のビッグイベントですプラモデラーたちが自慢の作品を展示するこの日今回紹介する秘密基地のあるもここにいると聞き探していると。

空気産業の町として知られる岐阜県掛原市、中村さんに秘密基地を案内してもらいました。はいはい。えっとこの建物全部です。え全部ってちょっと大きすぎやしません？以前はあの住居兼仕事場だったんですけど。 今もう僕の趣味全開のスペースになってます5年前に引退した中村さん今はここで悠々自適の毎日を過ごしているんだとか中には飛行機プラモデルの箱がたくさんだいたいこの部屋だけでだいたい1000個ぐらいありまして まるで模型屋さんのよう、中にはこんな珍しいものも。昔はね、箱ではなく、こういう袋入りだったんです。こういう。うん、これはもう本当、昔初期の頃な。中村さんが子供の頃、プラモデルはこうした形で売られたそうです。えっと、最初に買ったのが小学校五年生。 よく覚えてる <laughs> 将来はあの自衛隊の戦闘機のパイロットになりたいというのが夢だったんです <laughs> さらに2階に行くとこれまたすごいコレクション一体どれくらいの数があるのでしょうか 2>, 2階でこれで全部で大体1万9,000ぐらいですね大体。 九千って、なぜこんなにも集めちゃったんですか。頭の中はずっとその小学校五年生の頭なんですよ。だから見た時に買って、あの手に入れたい、うん。最初、だいたい三十代四十代までは全部作ってまう気でおったんですけど。だんだん年を重ねてくると、なかなかこれは無理だなと <laughs>。ようやく自分で今まで気が付いたってあかんだけど。 大きな子供の秘密基地さらに3階上がるとここにも飛行機プラモデルを中心に秘密基地の中にはなんと合計一万五千個のプラモデルがあったんですところがそれで半分なんですあと倍だいたい1万五千個ぐらいは 別のとこへあのまだダンボールに入ったままストックしてあります <laughs> 4,5回生まれ変わっても作りきれないと笑う中村さんもちろん生きている限りプラモデルを作り続けますこだわりは飛行機の美しさを細部まで表現することそこにはこんな思いが 人と同じものはもう作らないと、うん、今回挑むのは各務原が生んだ幻の戦闘機 <laughs> 世界に一つだけのプラモデルを作りたいマニアのこだわりに密着します 1>, 1機作るのに最低1か月はかけるという飛行機プラモデル歴50年以上の中村喜久男さんこれまで作った数はおよそ500機その作品にはプラモデラーとしてのあるこだわりが秘められていました人にインパクトを与え あの人と同じものはもう作らないと。うん、例えば翼が折りたたまれたこの飛行機。もともとのキットは全然折れてないんで。だから自分で切って。主に好きなのはあの。関西機って言ってあの航空母艦に積まれている飛行機が。好きなんです。特にこの。翼の折りたたんだとこを見ていただくと。 こういう工作も結構好きなもんでやっぱりあのマニアの人はこういうとこを見ますからあ,あ、いいですねでって言ってくれるとお、やったなと思ってこれ両方作らなんで結構めんどくさいんやけどね航空母艦に乗せる戦闘機は翼を畳むタイプが多いんですがキットのまま作ったらこのような形にしかしそこに改良を加え 世界でたった一つの作品に仕上げるのが中村さんのやり方折りたたまれた翼から見える細かい部品ここにマニアが注目しますこちらソビエト連邦が開発した 戦闘機ミグ十五、オリジナルで作ったこのエンジン、リアルに作るため中村さんはこんな苦労。実物見ないとわからないってことはあるんですよ。だからこれはこのこの飛行機のここをやりたいがために中国まで行ってで納得して帰ってくる。 輸送機アブロヨークはおよそ1年をかけ製作長く時間がかかったその理由は既製品でプラモデルではないんですこれ。で全全部じゃないですけどあの翼一部とあるいは他のプラモデルから持ってきたんですけど胴体は全部自分で作ったんです昔から好きやったんですけどなかなかキットが出てこないもんでそんなこれならもう自分で作ろうと思う だから仕事辞めてこれをすぐ作ったんです。あの,あのもう作りかけはもういっぱいあのあったんですけど挫折しとったんですけど、やっぱりないものを作るということは僕らの世界ではなかなかなんです。仲間うちはマニアですからみんな知っとるわけなんです。これがないということはあのみんな知っとるでどう,どうしたの仲間さんこれって言ってそうどうしたのこれ仲間さんって,っていや作ったんだよって言って。 えーって言ってくれるのが快感っていうか <laughs>、うん、そんな中村さんが今作っているのが戦時中地元各務原で作られた三式戦闘機ヒエンでも中村さんのこと当然普通のものじゃ満足しないんですよね。 その飛燕の1型の発展型の2型という飛行機を作りたいと思います。やはりそうでしたか。飛燕2型とは1型からエンジンを改良した。後続機。しかし、戦中の厳しい情勢からエンジンを搭載したものはわずか90機ほどしか作られず、幻の戦闘機と呼ばれているんです。 世の中にある非円二型のプラモデルは、四十八分の一スケールと七十二分の一スケールしかありません。そこで、三十二分の一スケールの非円一型をベースに、二型を作ることにしたんです。本物が作られた数の少ないこともありまして、今までにメーカーさんは作ったことないもんで、だから、ないものを作りたいという。あの、三十二分の一の非円の二型というのは。 ありませんので、ぜひそれに挑戦したいと思います。